やべ、普通に動くわ。おお、早いな。うわ、プレシオだ。お魚ガブガブ頑張って。スピノ死んだけど、まあしょうがない。おー、すげえ、かっこいい、かっこいい。お、来た、封印された。来た、エクゾディアになったやつ。あ、やべ、いって、サンダー、すげえ。閻魔帝招かれましてね。やっとこれで全部持ち帰れるかな。いや、メタルが多すぎるな。正直メタル持ち帰れないかな、全部。あ、Y1にメタル積んでたんだ。ちょっと下ろすの忘れてた。これはいて。まあアイテムね、全部いただいたらお待ちかねのね、まあ皆さんお待ちかねのテイムした恐竜スッキリタイムをね実行しますんで、皆さんお待ちかねの、まあ俺はあんまりしたくないんだけどね。俺はもう嫌々なんだけど、それはなんかかわいそうかなって思うんだけど、やっぱり視聴者さんはね、それが一番のね、まあ見どころというか、それが一番の、まあ待っている、期待しているところだよね。だ、まあやりますんで。さあ、朝がやってまいりました。ということでね、スッキリタイム行きたいと思います。降りたい、降りたい、ここに。結構いるね。モレラトプスばっかりだな。アルゲンタビス、スピード、サベちゃん、結構なかなか閻魔大王にしては粋な名前が多いね。かわいい。ワンワン公女、ケンちゃん、ワンワン王、ワンワン王とワンワン公女がいるわけだ。王女が、じゃあもうここでワンワン王国ができてるわけだな。それを殺さないでって書いてある。でもあれでしょ、これ絶対に殺すなよみたいな、そういうやつでしょ。やめろ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 よ、やめろ、おいしいみたいな、ナイスみたいなことでしょ。じゃあ行っちゃいましょう。おら、火炙りの刑、熱処理で、いたいた、なんか懐に、懐に、懐に入ってる。痛い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 。一旦逃げる。やばい、ワンワン、ワンワン王とワンワン王女が絶妙なコンビネーションでむっちゃダメージ受けた。なんな、上から、上から熱処理だ。当たんねえな。怖すぎる。ちょっと行きたくないな。どうしよう。ここだったらあったんじゃね。来た、王国に火炎放射。当たってない？
燃えてる燃えてる、むっちゃ強いんだけど。あ、やっと死んだ。一体燃えてるはずなのに、めっちゃ強い。お、なんか死んだ死んだ、やっと死んだよ。王女もつら、強いな。もう焼き鳥で終わり。痛い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 、こう懐に入るのやめて。ほんとこっちの攻撃当たってない。ああ当たった当たった、ずるいずるい。よーし、これで全滅かな。オッケー、なんか落としてる。まあ別に拾うまでもない。あ、これ美味しいんだよな。マヒア作るのめんどくさいからさ、作んないんだよな俺も。だからマヒア欲しいなと思ったら、もう他人の家を襲うってのが一番いいっていうね。それだけのために。いや肉たんまり、このワンワン王国のお肉もう全部捨てちゃうけどね。こんな気味悪い肉いらないけど、ちゃんとねこの外にいるのもしっかり処理しますから。でね、まだ上、この家の中にもね2匹アルゲンタビスがいるから、それもちゃんと熱処理してこう。熱処理を、ほら、このね大火力で、もう美味しいチャーハンができる大火力でいくわ。よし、これで綺麗さっぱり、全部アイテムもねあのいただいたし。お、まだいた。まだ一匹いたわ。オッケー、これで綺麗さっぱり、なくなったわ。どうしようかな、この中のものとかも破壊しとくかな。一応ちょっと怖いな爆風が。おお、重い。もう言っとくか、絶対当たるよねこれ。ここがギリギリか。怖え怖え、ちょっと当たりそう。ワイバーンに、えっ、やっぱ当たった。危ねえ、やばい、死ぬ死ぬ。もういいわもういいわ、危ねえ。やっぱ危険なことはやるべきじゃないな。まあもうここら辺で目星い拠点はもうないかな。もうねどんどんね拠点がね、廃拠点ばっかりになってるからね、最近潰すようなところがないんだけど、まあ今日はたまたま結構近くにね、エンマ大王の拠点が見つけられてよかったね。まあなんかねちょっかい出してきたトライブがあるんだけど、まあ、ドラゴンっていうトライブなんだけど、ちょっとそこもね、コレクションしたいなと思って探してはいるんだけどね、どこにあるかまだつかめてないからね、つかめ次第コレクションしに行きたいと思います。まあ今日はねこんなところで、終わりだね。あれ？あれ？出てる。こんにちは。どうもーって。エンマさんの使い手ですか？使い魔ですか？エンマさんの。
はい。従順だな。普段どんな感じでプレイしてるんですか？何かあったんですか？あ、いえ、特に。はい、自分もまったりしてますね。特に何もないですよ。まったりしてます。友達増やしたりとかしてやってますね。自分は仲間ですね。まったりまったり仲間ですね。いいですね。だからこんな感じでね、まったりしてますよ。まったりですね。じゃあアークのね、素晴らしい、ゲームシステムをね、これからもご堪能ください。それではまた、さよなら。はい、さよなら。謎の会話でしょこれ。檻脱出できるんだね。知らなかったわ。あの檻は出れるんだね。知らなかった。まさかの。お友達と話すっていう。もうちょっと話そうか。やばいやばい。大丈夫ですか？何がですかって、タフすぎない？今腹に銃弾受けときながら何がですかって、硬すぎない？なんかこのエンマさん、エンマ大王、なんか最近暴れたりしてないですかね。ちょっと濡れ衣着せていくか。いや、なんか他の僕の仲間のトライブがなんか被害受けたみたいな感じで言われたんで、とりあえず捉えたんですけど。はい、どういうお友達ですか？何か勘違いがあったのかもしれないですね。なんか拠点とか壊されたらしくて、でこういうことがあったんだよって言われたんで。はい。でなんか、まあ、勘違いならまあしょうがないんですけどね。まあ、普段どういう方なんですか？まったりしてる方なんですか？よしお、キングダムさんが危険だって話を誰かから聞いたんで。それでかもしれないですね。もう、なんか、変な意味で有名になっちゃってんだね。あ、そうなんですか。いや、危険っていうか、その仲間がやられたら仕返しするっていうだけで、普段本当にまったりやってるっていうだけなんですよね。なるほど、すごい信じちゃってるよ。なんか罪悪感が芽生えてくるね、ここまでピュアな人と話してると。じゃあそれは申し訳なかったです。あ、なんかすごいピュアな、すごいピュアな人だね。エンマさんにも言っておきますねって。わ、むっちゃピュアだわ。あ、本当ですか。それは助かります。じゃあね、ここでね、アークの、素晴らしいゲームのね、世界をご堪能ください。それではさよなら。でね、もうまあここからはね、もう一生出さないようにしようかな。どうしようかな。ちょっとここをもうちょっとね、次回は
もっとなんか手厚くしようかな、ここ。もう絶対逃げ出せない監獄にしようかな。ということで今回はね、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。ちょっとあの扉なんか普通に開けられるみたいでロックしてるんだけど、なんか逃げて死んじゃったから。あ、いた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 。どうもって。おれ、待て。早っ、足早っ。足早っ。どっか行っちゃった。とりあえず次回、警備の方をね、強くします。ということでね、ご視聴ありがとうございました。